へー、結構あうさぎ専門店さんであるんです。うさぎの尻尾、うさぎの尻尾さんって結構有名ですよね。うん、なるほど。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、はい、かわいい丸くんでした、はい。じゃあ続けていきたいと思います。はい、お願いします。ミルクティーとうさぎさんからの投稿です。はい、時々嫁めに参加しているタケノコさんにもモコを抱っこしてもらった写真です。うん、私が抱っこするよりも安定感があるのか楽に抱っこされます。ちょっと悔しいです。もう一つはあくびを正面から捉えた動画です。今までにあくびを取られたのはこの一度だけです。あらららら。お願いします。はい、見ましょう。これが抱っこしてるのがタケノコさん。タケノコさんは男の方？女性？なんだろうね。男性かな。難しいとこですね。メルーサさん。あ、男性だそうです。なるほど。あの近くにいらっしゃるんですね、きっとね。なんか安定してんのかな。っていうかやっぱりロップちゃんって結構あれだよね。抱っこしたりとか。考えられるもんな。これ次かな。ロフトになってるな。ねえ、上に浮いてますね。行くぞ。すごいな。歯が見えました。見えました。また皆さん、この間もちょっとあれしてたけど、こう、うさちゃんのケージの周りとかね、うん、またぜひ紹介してください。これなんかこう、アーチ型になってるよね。なってるね。ね。いろんなのがあるんだな。こういうタイプもあるんだね。うん。へぇ、あそこでちゃんとおとなしくいるんだ。ね。あ、天井がアーチなんですって。へぇ。うん、いろんなのありますね。あれはなんかロフトみたいなのを作ったのかな。最初からあるんですかね。でも、うん、どうなんでしょう。なんか私着みたいなのしたってね。ねえ、うん、おしゃれって書いてある。あ、買い足して作ったの。あ、そうやって あそこで止められるんだ。あ、すごいな。あ、先輩先輩すいませんでした。ごめんなさい。おー、なるほど。木の床が大好きで設置しました。やっぱりそういう木の床とかなんか落ち着いてたもんね。うん、あ、やっぱ木製のものって好きですよね、きっと。かじったりするもんね。うん、でもすごい手作り、すごいね。すごいすごい、アイデアがすごいの。うん、そう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 。ねえ、あ、なんていうか二段になってるっていうのはちょっとなんか憧れちゃうんですけど、なんかアーチ型を生かそうとするさ。そうそう、すごいです ね。あ、ガジュさんとかもスノコ好きです。あ、気持ちいいもんね、きっと ね。ね、はいはいはい、素敵とかね。じゃあ次行ってもいいですか。はい、ではですね、はい、萌ちゃんのパパさんからの投稿です。う萌ちゃんのパパさんやってくれました。う、今日ねちょっときのこさんがいないのであれなんですけど、うん、ふーちゃんに負けじとトントンラーメン萌ちゃんバージョン作りました。なにで、トントンラーメンさんがスポンサー降りるといけないので放送しなくていいですよって、どういう意味なんだこれは。それでですね、ちょっと追伸がございます。スタッフから、はい、最後におまけバージョンを作ってみました。バイジョニーです。なんと、はい、はい、じゃあちょっと見てみましょう。ドキドキしますな。ドキドキする。しかと見るぞ。完璧。どんどこどん、どんどこどん、どんどこどんどこどんどこどん、どんどこどん、どんどこどん、どんどこどんどこどんどこどん、ポンポンポン、どんどこどん、どんどこどん、どんどこどんどこどんどこどん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 、どんどこどん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 。
あれ入ってないか、うん、入ってないね、これ入ってない、これはうまい、完璧。皆さんがね、それぞれのね、今ご家庭でですね、どういう、あの、風で見てるかっていうのが、もう容易に今想像できちゃった、ね、いやいやいや、もうこれは、萌えちゃんのパパすごいね、すごかったな、もうびっくりした、もうみんなが大絶賛してるよ、ね、最高ですってで、萌えちゃんのパパ曰く、音楽が入るといいね、うんうん、いいね、いいね、そりゃ、うん、パパの歌最高ですって書いてあるどんどこどん、どんどこどん、どんどこどん、なんか夢に出そうな感じだね今日ちょっとうなされそうな気がするすごい、みんな笑いましたよね、あのエンドレスだよなパパやったって書いてあるよ、やったやった、どんどこどん、どんどこどん、もえちゃんのパパだんだん自分でハードル上げてってるけどいいのかなねえ、これは真似できないしって書いてあるよ、本当だよ、最高でした、あー、来週何が来るかな、萌えちゃんのパパからまだやらすかねえ、はい、面白かった、ね、よかったよかった、はい、うん、じゃあ次行きましょうかね、行きますか、ちょっと余韻冷めやられませんかの今日はチャットで参加して見えないですよね、新しい方です、うん、ひょっとして見ていらっしゃるかもしれないけど、博多の白うさぎさんからの投稿です、はい、原田明美五島康則はじめまして福岡在住の博多の白うさぎと申します、ガジュウさんのブログを見てうさぎの目を知りました、はい、我が家のうさぎは大福と言います、うん、ネザーでルビーアイドホワイトのルビーアイドホワイトアンドの4歳の男の子です、うんうん、良くも悪くも好き嫌いが少なく何でも食べます、ほうほう、パンも好きで多量はあげませんが、うん、一つまみ程度たまにあげます、ほうほう、動画で食べているパンはポービリアというブラジルのもちっとした食感のパンで意外と伸びるんです、すごい、うん、伸びるんだ、そのポービリアを食べているところです、はいはい、ぐいぐい引っ張ってる大ちゃんの姿を楽しんでください、それってウサギ専用じゃなくて人間が食べるパンってことですよね、そうじゃないですか、きっとね、大福ちゃんセレブって書いてある、ね、おじゃあ早速ちょっと見せていただきましょう、はい、はい、お願いします、お願いします、あー本当だ、白いネザーだっけ、すごいね、ね、真っ白じゃん、うん、伸びてるやん、伸びてる伸びてるあれがそのなんだっけポービリアっていうパンなんだ、細長いパンなんだね、ウサギってパン食べるんだ、ルビーアイだ、あーお目々ね、うん、うん、おお、見て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 、すごいすごいすごい、ブルブルしてるあー、おー、なんかね、VTR 見た感じ女性の方っぽいですけど、うん、そうです ね、 すごくなんかこのね、うん、丁寧な感じなんだけど、はい、冒頭だけなんか僕たち呼び捨てなんだけどこれがね、多分ね、きっとね、うん、コピーペーストされたのかな、なになに、あ、ルビー&ホワイトだ、あ、それやっぱそうだよ、うん、ルビー&ホワイトだよ、うん